ちっちゃいケースに入ってるんですが、さらにね、折りたたむと小さくなります。こんなちっちゃくなっちゃう。高さ20センチぐらいに。20センチないね。18センチぐらいの高さの三脚。ものすごくちっちゃい三脚です。あ、取ったらここに水準器がついてましたね。はい。水準器ちゃんとついてるので、水平出してできます。こんにちは、すみやです。今日は、ドワンフラボの ミニ三脚についてです。数日前にね、このミニ三脚が届きました、えー。長くするとね、ここまで伸びて、実はまだ伸びるんですね。ここまで伸びますね。はい。これが一番高い状態です。はい。で、ここにね、ウェイトを乗せる引っかかりがあるので、ここに重りを乗せてますね。はい。 赤道儀につけるね、おもりをちょっとつけてみました。はい。これ伸びますね。で、ここに引っ掛けて離すと上に行って落ちなくなりますね。まあ、こういう風うにして、おもりもつけられて非常に安定性がいいと。で、1、2、3、4、5段になってますね。はい。25センチぐらい伸びるのかな。はい。で、ここで5センチ伸びるので、だいたい 30センチぐらい伸びる感覚ですね。じゃあちょっと下ろしましょうか。ここにドワーフラボって書いてあるよね。ドワーフラボから送られてきた三脚ですで。それで面白いのはね、油圧式になってまして、離してもね、一気に落ちるってことないんですね。ゆっくり落ちてくれます。はい。前もどうか。あ、ゆっくり降りますね。はい。 こんな感じで油圧式なので一気にガクッていう落ちる心配がない三脚ですね。油圧式の三脚って初めて使いましたね。で、これを締めると固定できます。はい。で、これを緩めると油圧式の三脚の深骨頂ゆっくり動いてくれますね。35度に合わせて これを少し強めに締めて、あと微調整するという感じで、赤道儀モードで使いやすい三脚になってますね。ただね、コードメモリは付いてないので、コードはね、まあ自分で、まあ北極性見ながらやればいいっていうことですね。あ、逆か。北極性を見るには、そうですね、こっちに北極性があるとすれば、 こっちから覗けばいいですね。はい。それから左右もね、油圧式なのでゆっくり動いてくれます。ガクガクガクっていう動きじゃないですね。非常に滑らかに動いてくれます。はい。まあドワーフ3本体をね、こういうふうに動かすっていう手もあるんですけれども、この三脚で動かした方が鳥なんかを取るときにはね、非常に微調整ができていいかもしれませんね。 そして飛んでる鳥はこういうふうにして探すという感じですかね。はい。で、これが上下のレバーで、これが左右のレバーですね。で、これを締めると動かなくなりますね。はい。これを緩めて左右に動かすと。 いう感じですね。それから、ここにもね、レバーがあるんですけど、これを緩めると、この持ち手のね、角度を変えることができます。ちょっとやってみようか。はい。これを緩めると、持ち手の角度をね、変えることができます。ここにね、引っかかりのある、トゲトゲの固定金具がついているので、 自分の好きな角度に変えられるということですね。なかなか秀逸ですね。回して戻しましょう。はい。こんな感じです。それからドワーフ3を乗せるところはね、アルカスイス互換になってます。で、ここのレバーをね、回して緩めて、ここのポッチを押すと、外れますね。 はい。まあ、こんな感じで外れます。アルカスイスの方には、ポッチがね、2箇所についているので、乗せた時に、これ緩めてやってみようか。はい。こうやって落ちることがないですね。前も同じですね。で、ここにポッチがあるので、ドワーフを落とす心配がないというのがいいですね。 なかなか秀逸な三脚でしょう。プレートをちょっと見てみましょうか。で、プレートの裏にはね、こういう手で回せるようなネジがついてます。はい。簡単に回せますね。はい。このネジのね、位置を多少変えられるので、自分の好きな位置で止めることができます。普通は真ん中で いいと思うんですけれどもね。ベルボンのクイックリリースで使っていたものと比べると厚みがね、薄いですね。3分の2ぐらいの厚みになってます。ドアフ3のケースにね、入れても邪魔にならないとか。まあこちらよりもさらにね、収納性がいい感じですね。はい。付けるときはね、こんな感じでね、 長い方を横にした方がいい感じですね。そして、こういう感じです。で、これ締めとけば固定できます。こんな感じですね。はい。それからこの三脚、すごいところは、今、こういう風うに一番高い状態になってます。このレバーを押すとですね、 この状態に広げることができますね。まあ、こういう風うにするとね、かなり安定性が増しますね。はい。で、ここに重りをつければ、風の強い日でも大丈夫な感じですね。で、実はね、もっと広がってですね。はい。ここまで広がります。ここまで広げちゃうとね、ものすごく安定性は増しますが、 広いスペースが必要になるのでね。屋上でね、ペントハウスで使う分にはものすごくいいんじゃないかなと。まあ、この状態で使うんなら、足をね、短くして使った方がいいかもしれませんね。はい。で、これでやるとね、ちょっと真ん中がぶつかっちゃうので、これは上げて、こういう風にするとね、一番低い位置でね、 ドワークスリーが使えると。こんな感じですね。かなり低い位置で使えると。いうことなので、いいんじゃないかなと。まあもちろんこれでね、立てることもできるんですが、これだとね、ちょっとね、不安定ですよね。はい。ですから、一つ広げると。 いうこともできるし、さらにね、広げると。まあ、この状態で使うのが一番ね、卓上ミニ三脚という形で非常にいいんじゃないかなと。キャンプなんかでね、テーブルの上にを乗せてドワンクスリーを操作するっていうのは非常にいいかもしれませんね。キャンプテーブルの上で天体観測できます。地面に置くとね、ちょっとこの三脚だと 目線から言うとちょっと低い感じはしますけれども、テーブルの上に置いたりとか、いうことなら十分な高さですね。はい。伸ばすときはね、これを左に回して、伸ばして右に回すと固定できますね。はい。途中の長さにすることもできますね。 これが一番長い状態。こんな感じでね、長さをいろいろ調整して使うこともできます。はい。ドワーフ3専用のミニ三脚のようですが、ドワーフ3以外でも使えそうですね。一応耐荷重3キロって書いてありましたので、ドワーフ3の予約注文サイトは概要欄にありますので、そちらから 予約注文してみてください。三脚も一緒に予約できると思います。今ならセールでね、1万2000円のところ1万円ぐらいで買えるようです。ミニ三脚にしてはなかなかいい値段ですけれども、それだけのね、性能はあると思いますので、ドワーフ3を買ったら、このミニ三脚も一緒に買ってみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。 さよなら。えい。